ウィリアム・エドワード・ビル・ニコルソン OBE は、イングランドスカーブラ出身のサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。トッテナム・ホットスパー FC に、選手、監督として36年間在籍。選手時代に、初のリーグ優勝を達成すると、監督時代には1960から61。 シーズンのダブルを達成するなど16年間で11個のタイトルを獲得した。クラブ史上最も偉大な人物としてたびたび称される。1919年に9人兄弟の8人目として生まれる。1938年8月にトッテナムホットスパー FC のトップチームでデビューするまでにトッテナムの若手選手がプレーするノースフリートユナイテッド FC でプレーした。 トッテナムでのデビューは10月のブラックバーン・ローバーツ FC 戦だった。1939年に第二次世界大戦が勃発すると戦争に駆り出され、戦争が終わった翌年の1946年まで満足にプレーできない日々が続いた。結果的に大戦によってキャリアの大半は犠牲になった。1946年に正式にトッテナムに復帰した後は、 クラブの中心選手としてプレーアーサーロー監督が就任するとクラブは勢いを増し、1949から50シーズンに2部リーグで優勝し一部に昇格。翌1950から51シーズンには一部リーグでのリーグ初優勝に貢献。プッシュランと呼ばれたチームの主力の一人だった。1955年に現役を引退した。1950年。 イングランド代表に初招集されると、1950、FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれた。しかし、出場機会はなかった。1951年5月にポルトガルとの試合で、代表デビュー。出場して19秒後の最初のプレーでゴールを決めた。ホワイトハートレーンにあった、ニコルソンの競争1958年10月に、トッテナムホットスパー FC の監督に就任する。 就任後初めての試合で、エバートン FC に10から4で対勝した。しかしその後は、調子が上がらず、このシーズンはリーグを18位で終えた。翌1959から60シーズンは優勝した、バーンディー FC と勝ち点差2の3位でシーズンを終え、上位に進出した。またこのシーズンの FA カップで、クルー・アレクサンドラ FC から13から2という、 記録的なスコアで勝利を収めている。1960から61シーズンは、開幕から11連勝、引き分けを挟み16戦無敗と、コースターと起きると首位をひた走り、4月17日の2位、シェフィールドウェンズデ FC との直接対決を制し、クラブとしては10年ぶり2度目のリーグ優勝を果たした。ボビー・スミスや、レス・アレンダの攻撃陣が爆発し、 リーグ42試合で115得点を記録した。また FA カップでは決勝でレスターして FC を2から0で破りリーグとカップの2冠を達成した。これは1897年にアストンビラ FC が達成して以来64年ぶり3度目の開挙で20世紀に入ってからは初めてのことだった。1961から62シーズンはリーグで3位に 終わり連覇を逃したが、FA カップではこのシーズンからチームに加わったジミー、グリーブスの活躍もあり、決勝に進出。バーンリー FC を破って優勝し、連覇を達成した。また、イングランドのリーグ王者として、UEFA チャンピオンズカップに初出場したが、準決勝で優勝した SL ベンフィカに敗れた。1962から63シーズンは、グリーブスが、 リーグ得点王に輝く活躍を見せるが、優勝したエバートン FC と勝ち点差6の2位でシーズンを終えた。UEFA カップビィーナーズカップに初出場すると、決勝でアトレティコマドリードに勝利。初優勝を遂げ、イングランドのクラブとしては、初めての国際タイトルを獲得した。1964年以降、ダブルを達成した主力メンバーのスミスやアレン、ダニー・ブランチ・フラーラは、 年齢や怪我の影響で続々と取ってナムを退団。ジョン・ホワイトがゴルフ場で雷に撃たれて死亡する悲劇も起こった。ニコルソンは新しい戦力であるパッド・ジェニングスやテリーベ・ベナブルズらを補強してチームの立て直しを図り、1966から67シーズンにリーグ3位でシーズンを終えると FA カップでは決勝でチェルシー FC を破り、当時では イングランド最多となる5度目のカップ優勝を遂げた。その後、スティーブ・ペリマンやマーティン・チバーズラを加えたチームは1970から71シーズンにリーグで3位の成績を残すとフットボールリーグカップでは決勝でアストンビラ FC 相手にチーバスが2ゴールを決めにから0で初優勝を果たした。1971から72シーズンは 初開催となった UEFA カップに出場。準決勝で AC ミランを破ると決勝では同じイングランドのウルバーハンプトンワンダラーズ FC を2戦合計3から2で破り初優勝を果たした。トッテナムはイングランド初の2つの異なるヨーロッパの国際大会を制したクラブとなった。1972から73シーズンには2年ぶり2度目となる。 フットボールリーグカップのタイトルを獲得。リーグカップのタイトルを複数獲得した初のクラブだった。1973から74シーズンには2年ぶりに UEFA カップに出場すると決勝まで進出。しかし決勝でフェイエノールトに敗れ、優勝は逃した。この敗戦でトッテナムのフーリガンによる暴動が発生する。自身はこの事件に幻滅し、 翌シーズンの9月に監督業を退く一員になった。イングランドのクラブとしては初めて3度目の国際大会決勝への到達となった。1974から75シーズンの9月にミドルスブライフシー相手に4から0で敗戦を喫した後に16年間務めた監督を辞任した。その後トッテナムは二部降格の浮き目に遭うことになる。 16年間で11個のタイトルを獲得したニコルソンの監督時代はトッテナムの歴史上で最も成功した時代であった。監督辞任後はトッテナムホットスパー FC の顧問としてクラブに泊まる意向だったが、クラブを介さずに独断でダニーブランチフラワーを後継者に指名したことが原因でクラブとの関係は一度断ち切られた。その後、 ウエストハムユナイテッド FC のアドバイザーを1年間、務めた。1975年に大英帝国勲章を叙勲された。1976年にキース・バーキン賞がトッテナムの監督に就任するとニコルソンの復帰を希望。これによってコンサルタントとしてクラブに舞い戻った。ラハム・ロバーツやギャリー・マバットらをバーキン賞に推薦して獲得を促し、 1984年のトッテナム二度目の UEFA カップ優勝にも陰ながら貢献した。1991年にクラブの名誉会長となるまでコンサルタントとしてクラブに在籍した。2003年に監督業の功績を称えられイングランドサッカー殿堂入りを果たした。2004年10月23日、85歳で死去。ありがとうございます。